横にしちゃダメだよ。おお、近すぎる近すぎる。向きをね、変えちゃダメなんだよ。スキー倒ますにはじゃあどうしたらいいかって。ねえ。向きを変えたら、これはいいな。こっちはダメだ。こっちはまずまず外スキーだけ。よ、この辺いいよ。ねえ、ちょっとまあ。こっちはね、そうでもカーブしてるように見えるけど、こっちはちょっと、こっちはカーブしてるね、右足。左足がちょっとキャッチ甘い。まあ、右足できたら、左足もできると思うけど、両サイド、右足、外足できたら、今度内足もね、カーブさせられるように。まっすぐ狙いすぎだぞ。うわ、内足がちょっと開いちゃって片ファンしそう。もう少し体固めないでね。おお、急激にエッチングしちゃダメね。アプローチは前よりも良くなってるような感じするけど、そのアプローチしてるこの軌道上で荷重かけなきゃダメなんだけど、それがね、ガチンってかけた時にテールが一気にずれすぎちゃう。全く見えなくなっちゃった。ちょっとスネをね、スネもうちょっと前傾して、で、もうもう状態ってセットした方がいいね。前に行ってね。切り替えで前か。ちょっと足首緩いよ、まだ足元をね少し引きつけといて。切り替えでもう少し前後のね足首の角度ちょっと見てよ。ちょっとブーツスキーに対してまっすぐ垂直90度ぐらいでしょ、ね、ちょっと前傾してなきゃダメな。やばい、ちょっと早く押しすぎた。横向けないでね。サイドカーブのサイドカーブ乗ってかなきゃダメだね。ほら、向かい角取っちゃダメ。ひょーん、ひょーん、ちょっとずれちゃうね。見えない。ちょっとスネ起きちゃうんだね。